ましてこんにちは、桃井ひとみと言います。40分ぐらい歌わせていただきますので、お時間許す限りお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。改めまして、札幌を中心に、自分で作った曲をこうやって歌って回って活動しております桃井ひとみと申します。カタカナで桃井ひとみと6文字です。ぜひ、今日たまたまこちらでお会いした皆さん、覚えて帰っていってください。もう早いもので6月後半なんですね。今月よさこいとか、この前も北海道の神宮祭とかお祭りがね、北海道っていうか札幌もやっと雪なくなったもんで、いろいろお祭り始まりましたよね。
5月にはライラック祭り、うん、これからねもう半年ぐらいしかない夏の時期を逃すもんかって感じでいろんなお祭りがいろんなところであると思うんですけれども、そんな札幌のですね四季折々を歌ったリラの咲く街という曲があるんです。こんな曲です。
リラの咲く町という曲でした。どっか国家で見かけた時には、お、札幌の歌だぞって思ってください。なんか台風が6月にして台風が、北海道にはなかなか台風たどり着きませんけど、なんか今回の大きいみたいなんでね、あんまり天気崩れなきゃいいなと思いつつ、この曲を歌っちゃおうと思います。雨のち雨。
ございます。私昔から曲を作って歌って、でなんか CD とか作ってっていうのが大好きで、昔からやってきている人間なんですが、去年の5月にもう瞳としては、1枚目のカエルの歌っていうアルバムを出したんですね。今も絶賛発売中ですので、今日も持ってきてたりしますので、もしちょっと家でも聴いてみようかしらって思っていただけたら、後でちょっと手に取ってみてください。そのアルバムに今の雨のジャンルも入ってるんですが、アルバムの曲をこの後2曲ちょっと続けてお届けしたいと思います。 リーチェ